人入ってこないからシード利用しよう。イエーイ、コミュニケーション。ではどういう順番か。順番はこのフレンドを待っていますの欄で、多分みんなあの画面で順番一緒だと思うんで。3番目か。4、5、1、2、3、4、5番目。3か。俺が最初でミレナさん、クロトモさん、なんて読むか知らんけど、ブー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 ンさんユウさん、ジョータさん、コミスクさんという順番に並んでますね。はい、はい、そうですね。そうですね。では、定番的にシードリーの歯から始めよう。歯、定番。歯、歯、歯磨き粉、はい、常識ですね。まりり、り、なんか知らんけど前やったよ。歯磨き粉でこうなのに前になってる。よくわかんない。頼みますよ。今のなし、今のノーコンテスト、今のノーコンテスト。なんかよくわからんことが起きたんで、でよう見たらチャット勢だった。ミラーさん読めないけどチャット勢か声出さんと思ったら、コマーです。コマーだった。コマーで、マーリー。黒友さん、マーです。マーリーです。リーリーですね。あ、だマーリーってマーどっからできたかと思ったらそれだった。リカシツ。そうか、チャット勢おることを忘れてはならん。リカシツだって、リカシツ。え、でもユウさん、はい、ユウさんでいいかな。つまようじ。つまようじ。じじじ、固有名詞なしですよね。じ、固有名詞一応ありにしておこう。何が出てくる。ジョタって言うのダメなんですか。じじですよ、じじ。おい、自意識過剰。自意識過剰。じゃあすごいところで書いてきた。予想外なんだ。自意識過剰。それは自分のことを言ってるのか。まあまあ、そうっすね。ダメだこれ。どこまで行ったっけ。意識過剰まで行きました。う、自意識過剰。うで誰だったっけ。うで、コミスケさん。うさぎです。うさぎ。ギギギギギロチン。終わった。終わった。終わってしまった。終わったじゃないよ、終わらせたんだよ。飽きてきた。ジャメ長ありますよ、ジャメ長。視聴者参加型スプラトゥーン。イエーイ、イエーイ。さあ皆さん、打ち合わせせずにこんな挨拶したんで、みんながすごいどうすればいいかって感じで、イエーイイエーイ、とりあえずイエーイイエーイって感じで始まりましたけど。では、刹那健介が開催する視聴者参加スプラトゥーンやっていきたいと思います。イエーイ。反応はパターンやな。よっしゃ。他に何が、他に何が。まずは自己紹介が始まりましょう。で、一番上は刹那健介です。この動画のアップ主。では上からどんどん順番に挨拶していってくださいって言っても、チャット勢おるよな。チャット勢おるよね。正直誰がチャット勢なんか全然把握してないからね。行き当たりばったりよ。上から2番目のジョタさんはそうだったっけ。はい、ちょっとジョタです。あ、よかった、チャット勢じゃなかった。チャット勢じゃないです。ジョタさんはなんか活動されてます。されてません。了解です。これからやろうかな。あ、そうなんだ、実況でも。あまりこう、てか、あのキャップも買ったの。あー、なるほどね。はい。じゃあ次、ミレナさん。ミレナさんはどっち。ミレナさんはチャット勢か。チャット勢っぽいですよ。でしたよね。あの、スカイプの方じゃ漢字ばっかな人。え、あー、言わないでいきますか。よっしゃ。で、次、コメスケさん。はい。はい、だけ。もうちょいなんか、コメスケですとか、てへんみたいな感じで。自分そういうテンションじゃない。何ですか。なかったよ、残念。残念。次、イデッチャンさん。わ、チャット勢だったな。そうですね。チャット勢です。モンスターの実況してます。モンスター実況しておったん。わかった、実況者おったわ。どこですか。次の方、ビークグブブルドゥンムーン。英語やけど何て読むか分からん人。ちょっとかっこいい。僕は君いいことを。バイクドゥブドゥムーン。結局これ、この英語の並び何て読むの。BKKMSWAA です。読みにくい。読み方教えてくださいよ。バック、バック、ムーン。
ブックムブックムって読むこれ。あとのスワルってブックムスワルですかね。読みにくいけど、YouTube でちょっとおだけ動画出しとる方みたいですね。よろしくお願いします。次、黒友さん。はい、黒友です。よろしくお願いします。はい、黒友さんも Twitter の方でちょっと絡みがありますよね。たまにですね、たまにとつまちとかで来たことあったっけ。ありますよ、一回だけ。一回だけ。俺その前にとつまちあんませんけんね。そうですね。じゃあ次、ラスト、ゆうさん。ゆうさんはどっち。はい、こあうんえあうイエーイイエーイ。はい、ゆうこと玉ゆうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。活動の方は何かされてますか。やろうとはしたんですけど断念しました。ああ、なるほどね。次、はい、ボタンの人。というわけでこの8人で若干テンション低いような高いような、俺だけがテンション高いような、そういうメンバーでやっていきます。チャット勢が3人ぐらいおったな。あれ、テンション上げた方がいいですか。いや、まあそれはまあケースバイケースで、ケースバイケース。いや、もしかしたらイカが、いや、あの試合中にイカが骨折したりして病院送りになったら、そりゃテンション上げてられんもんね。骨あるんですか。イカは骨ないっすよ。ないっけ。無脊椎じゃないですか。無脊椎か。無脊椎です。骨でなくて脳みそがパーンとかだ。即死やん。即死。何もないって。よっしゃ、そんなたわいない話はあさっておき。ではやっていきます、第一試合。縄張りバトルでステージを任せ。まあ、ステージはもう全部お任せできますんで。そうっすね。いきます。あ、武器決めてない。え、武器決めてなかったっけ、ね、あ、じゃあ大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。あ、いきます。はい、いきましょう。もうこ のプライベートマッチのシステムがわからんけんね。先に武器決めとくもんなんですかね。いや、武器変えれますよ。変えれるんだ、よかった。あ、変えます。チームもそのままどっちでもで、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。10秒間で決めなきゃな。ほんまじゃ。あ、こういうシステムだったんじゃ。知らんかった。カスタマイズ。そもそもステージ何だったらいいの。箱服。箱服か。いなさそうですね、じゃあ。難しいな。こっち使いますわ。箱服だったらどれだろう。どれでもいいと思いますよ。箱服はまあ武器のあれはないかなって感じです。解説者がおる。ガチ勢。ガチ勢じゃないです。実況説明ケースで解説は何々さんでよろしくお願いしますみたいな感じだ。まだまだ俺あれですよ、300時間しかやってないですよね。てか、300時間って桁にしてみたらちょっと多い気がするけど。すごいな。よっしゃ、これでいこう。しかも今腕前 B です。アルファチーム説明ケースアルファチームに参加、ジョタさん、イレちゃんさん、ユウさん、よろしくお願いします。お願いします。この方も敵としてよろしくお願いします。準備 OK。緊張する。緊張する。足引っ張らないようにしないとな。箱服そうか。順位でいきましょう、順位で。結局これ何のソープだろうね。うわー、やっぱチャンネル。ちょっと叫んでる。これ爆弾とか倉庫に積んでるパターンのことか。インフなんで起爆はしない。残り1分だったら爆発でーな。もう、せいきますや。多分核戦争とか起きる。北の県の北斗の県の話になってる。よっしゃー。あ、怖い怖い。あ、待って。やばい。おいらの方めちゃくちゃになってるやん。ガチ抜きだったね。危ない。ちょっと本当に爆発してます。やばい。痛いです。よっしゃ。やばい。この1試合目でもう俺取ったらあかんけんね。俺もあれしたん、爆発だらけしたい。もう正義末、この世は正義末。チャージャー多い。トルネード。やばい。トルネードやばい。やばい、10試合しかないのに先輩かましてる。ゼロキルワンチャンある。やばい、バリアやばい、もう。やばい、バリア。相手の推しが強い。やばいっすよ。当たり。ナイスです。何か知らんけど。何か知らんけど。そんな誰かとか見てられる暇ないけど。うまい。敵結構キルできてます。頑張って。よっしゃ。いけーセーザービーム
き一人一人逃したんで多分どっかに。あやあ。ああ足らない。若干押し返した。若干押し返してますよ。ああちゃんとやりたい。ロイドルことは変わりないけど。逃がした。ちょっと危ないです。こ。あやめっ。やりました。オルフェンズ危なかった。敵のオブーブあ、え、若干返してますか。若干あだって右から来てる。押し返せヒット押せ。ナイスナイス。すいませんね。あ、左から誰か来てる。左、行ってます。チャージャー頼みます。行きます。逆転倒したんで。おっと、逆転してますよ。いるぞ。オブー敵チャージャーにうまい通る。逆転向きだ。チャージャー倒したい。あー、待って、すいません。あーすいません。やるか、やめて。まだまだ勝負はこれから。あー着地時点爆弾がある。スクラうまい。スクラうまい。抜けたさっきは。やべ。あー左から来てる。あーそっちか。飛べ、せつけみんなの元に。大丈夫。ここ飛んでくる。うまい人がめっちゃおる。僕はそこはすごいな。第一試合がすごいプロポーズ。第一試合から通すじゃないですか。あーこのやばいやばい負ける。これは大丈夫ですか。そこやばいっす。そこやばいっす。もう平常なプレイなんかできない。あ全員倒した最後。あー終わった。うわ終わった。やべえ動画にするんじゃやめようかなってぐらいのレベル。あんま綺麗できなかったさ。チャージャーやばい惨敗だ。あれがうまかったんだこれ相手。あー無駄。あじゃあその小ミスさんが俺ビリじゃないか。あー無駄。起きるしかできなかった。全然ポイントよっしゃ。全然塗ってね。第2試合はもう立て直しますよもう。デクライン降下した。さあちょっと次うわやっぱガキブキ使います。ラインかやっぱチャージャー無理ですわ。リールガン俺そんなに使ったことないよな。だからこれだけ俺ボロボロにやられても大丈夫なんよな。よし行きまーす。どれで行こう。これリスキルとかするのってあるじゃないですか。あるよね。デクライン硬化しただったら。デクライン硬化したのリスキルははかどりますよ。はかどりますよ。ここはすごいですね。ちょっと広すぎるんですよ。トーネードとかだから逃げにくそうな気がする。そうなんですよね。ほんと逃げにくいですね。よっしゃ第一試合はもう変な試合になったけど第二試合から巻き返す。設計算視点だけが変な試合なんだと思う。俺って結構普通に楽しかった。楽しいっすね。全然味方誰だか全然見てなかった。ね多分。まあこんな感じか。前で味方がやられた。全然何かさ。あるよ。危ない人、バリアが。あ、バリアが。バリアが。やりました。よっしゃ。あー、一人やっても、もう一人やられる。真ん中に行くんだ。まったく、持って、けしからん。あ、ちょっと、すみません。ローラーいます、気をつけて。気をつけてて、俺しかおらん。ゴミスが、倒したい。そういう気持ちになってるから。味方だけど。近くの人に飛んでもだ。どんだけ近く。カーボンに見えます。カーボンカーボンカーボン倒せない。あこんなところでローラーってきついな。どうしようどうしようどうしよう。楽しい。カーボン。よっしゃよっしゃカーボン倒した。カーボンかこれ。ローラーやけんのカーボン。カーボンなんか今フラローラーなんか倒したけど。ローラーのだけ好きだ。関係ない。若干返してきてます。押し返してます。このままですよ、このまま、このまま行きますよ。はい。進め進め。ユウさん進め。あんなとこにおる。おぜ、ローラーおった。さっきローラーおった。危ない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 だろ。
バカ野郎、この席か。3人くらいしか喋ってない。言わない、言わない、そういうゲーム。プロトゥーン結構喋れない。デュアルキーパー痛い。あ、敵おった。あ、今、危ない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 、ブーン、なんか敵ばっか。なんで3人に囲まれたの、これ。そういうゲームですね。そういうゲームやね。そういうゲームです。イカのラブリ殺し、あーバリアある、バリアある、死ぬ死ぬ死ぬ、めっちゃ進まれてます。カーボン、カーボン、立て直そう、立て直す、ちょっとだけ、やば、敵の近くに飛べそうだった。はい、あ、左、左、左、あー、コメスケさん、コメスケさん、目の前でやられてった。あー、場所、あと10秒の奇跡、10秒の奇跡、10秒の奇跡、あー強い、10秒の奇跡、10秒の奇跡を起こせ、10秒の奇跡を起きません。あー、すいません。あー、どうですかね。あー、どっかな、どうだろう、いければ、うわ、ほえ、さっきのなかった、平常心っていうのはよくわからんもん。全然や、きついね。きついっす。8キルってすごいです。ちょっとガチ武器でいってみようかな。